一派としてのやっぱ心構えというか気引き締めたよね。飽きないね。やってまいりました。え、これだってゴールキーパー放送局だよね。ゴールキック放送局になってるかもしれない。キック放送局になっちゃってる。いい加減にしてよ。キーパーの話聞きたい人もいると思うよ。キーパーの悩みで多いですよ。ゴールキック放送局のキック。ゴールキック放送局。やってんじゃん。行きましょう。行きましょう。今回のゴールキック放送局はですね、はい、高木義成といえば何でしょうか。皆さん考えてみてください。金髪やろ。金髪とかピンクとかあるかもしれないですね。その中の一つとしてこうゴールキックというか、あれはゴールキックじゃないですよね。あれは関節フリーキック。関節フリーキックから得点が生まれた、結構あると思いますし、概要欄の方でですね、ゴールキーパーから生まれた得点ランキングみたいな動画があるんで、それを載っけときます。7位です。7位です。というところで、高木選手はですね、なんと、自分のキックから得点を生み出しているゴールキーパーなんですよ。そんなのね、何の自慢にもなんないよ。その日のですね、裏話だったりとか、日は聞きたいなというふうに思ったんで、ゴールキーパーから生まれた得点の保持者である高木さんに、その話を聞いていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。狙ってないから、そもそも。お、狙ってないですな、あれ。ゴールキーパーがあの位置から点取ることを狙ってたら、こ、うん、んなやつはキーパーやめちまえって思う。あの時はまあチームの戦術的に距離飛ばさなくてもでかいフォワードがいないからちゃんと合わせに行ってたの。なんで蹴ったんですか、それだったら。当時の監督ラモスさんがなんで合わせ行くんだ、もっと飛ばせって言うから、いやこっちは考えて蹴ってんだよと思って、またずっと怒ってて、え、そういう背景あったんですね。超ムカついて、ムカついて蹴ったんだあれね。ちょうど真ん中辺ぐらいでオフサイドがなんかで関節フリーキックだったのよ。で、うん、いいやと思って、じゃあもういいよ、じゃあディフェンスラインの裏まで蹴ってないよと思って思いっきし蹴ったの。だからもう本当に狙ったわけではなく、狙ったのは飛距離だけ、むしゃくしゃしてたと。そうだよ。で蹴った瞬間、うん、今度こっち飛ばしたのに、うん、なんでそんな蹴んだみたいに怒って、でフォワードもさ走んの諦めるじゃん。あれはもう対空中になんでそんな蹴んだっていうふうに怒られたと、ベンチがね。で、まあ、味方のフォワードはさあ、これ飛ばしすぎだよみたいな感じでずっと頭越えてっちゃうわけじゃん。確かに。そしたら、まあ、ちょうどまあ、ワンバウンドして相手のゴールキーパーが触って入ったからゴールになった、うんうん、なかったらゴール。あー、じゃあ喜べないですね。喜べないよ。しかも、まあ、バーンってやって蹴って、うん、ベンチ怒ってるから、ベンチも怒ってるし、俺もむしゃくしゃしてたらさ、うん、スタジアムが仙台だったんだけどシーンってなって、そしたらなんかわーってなって、うん、え、何起きたのと思ったら味方が走って喜んでるから入ったんだと思って、ベンチもめっちゃ喜んでるし、喜んで、そんな別に喜ぶあれもないしさ俺は、はいはい、だから動画見てもらえば分かるけど、うん、いいか、落ち着け落ち着けっつって、うん、でやってたわけですよ。複雑ですね。むしゃくしゃして蹴って飛んでる最中も怒られてシーンってなって、うん、何や何やと思ったらベンチは喜んでるし、でもその入ってるところはキーパーから遠いから見えないしみたいな。そう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 、そうなんだ。そういう背景があったわけですよ。逆に動画もう一回見直すとむしゃくしゃしてんだなっていう風に見れますかもしれないですね。これギネスの候補になったっていう話ちらっと聞いたことあるんですか。89メーターだか90メーターだったんだよね当時の。まあ、スタッフの人が、うん、まあ、会社の人が、うん、ギネス申請してみるかって言われたんだけど、普通に考えてさ、うん、相手選手のリスペクトにも欠けるし、例えば俺がすごく狙ってさ、ね、フリーキックとかでさ直接決めたとかさ、うん、上がってってヘディングで決めたんだったらすげえ喜んでいいことだと思うんだよ。あんな事故みたいなもので、いろんな要素が複雑に絡んでますからね、うん、まあ、それは本当にもうリスペクトっていう部分でそういうことしなくていいからって言ったのね、うんうん。でも今思えば、いや、リスペクトはリスペクトで持っといてよかったけど、ギネスはギネスで持っときたかったなっていうのは後悔してんじゃん。けど、その当時の自分をやっぱ褒めるわけじゃないけど、うんうんうん、あ、でもその判断は間違ってなかったなと思うし、うんうんうん、まあ、結局決勝点になったんで1点取られて、その後2対1で勝ったんだけど、まあ、その後に、まあ、インタビューっていうかさ、うん、コメントするじゃん、ね、明日は我が身ですからって言ってたからね。それはそうだよ、一般の得点手で見ればさ、もちろん自分でヘディングで決めたりとかした選手もいれば、事故で入ったね、得点もあるけど、ってことは、自分が決める可能性があるってことは、自分はやられる可能性もあるわけだから、だからやっぱ、明日は我が身っていう、キーパーとしてのやっぱ心構えというか、気引き締めたよね。まあ、ということで、あのギネス候補になったけど、今思えばっていうところで。ただね、俺ね、現役の目標が1得点はあったのよ。じゃあ叶えたんだ。叶えたのよ。そういう意味ではまあ叶えたなと思うけど、でもあの形じゃなかった俺の中ではっていうのが、オチでした。皆さんもですね、一点を目指してゴールキーパーを
やっていきましょう。はい、はい、それではですね、よかったらですね、僕1点取ったことあるよっていう方いらっしゃったらコメントしてもらえると面白いね、面白いかもしれない、ね、どういう形かは分かんないですよ、ヘディングかもしれないし、 PK が一番いいんじゃない、あ PK もいいかもしれないですね、これはもう PK 蹴るメンタリティはないからね、もう早くこのやめよう、やめよう、やめよう、はい、この話は終わり、はい、次回、はい、バイバイ。